で僕意地悪なんで凸凹道も行ってみたんですよ。ぶつかるとこだったの、カメラの。ここから凸凹道入りますけど、これが揺れるってことを言ってください。ここに置いてるだけですから、本来は止まってます。ここ見てたら、成立でしょ。これがこいつのスタビライトなんですよ。だから、あのスチール用の手ぶれ防止とは違うんです。弱くして作っていくっていうやり方を、全く入れないわけじゃないけど、不愉快じゃないとこまで持ってってですね。私も偉いでしょ、自分の車が汚れることもいかないです。で、これが上下するでしょ。こう乗ってんだから、一緒にこうなったら揺れないはずなんですよ。これが揺れるってことは、これが中で作ってるってことです。わかるかな。で、これ同じところをぐるっと回ってきました。もう一回、これはオフにしてますから、これが動かないです。これ酔いますよ。あんまり見ると。別にこっちだけってここの僕選んでるわけじゃなくて、2回目だからむしろ上手に走ってるくらいなんですけど、ガクガクしますよね。で、このスタビライザーは本当に優れてるんですよ。さすがにね、ビデオを作ってる会社だけあると思って、あのこれはハンディカムからきっと来たんだろうなと思うんですけど、まあ、うちの近所はそう紹介してもしょうがないけども、これが全く動かないってことは置いてあるから、はい、こんなの